はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日こちらのですね、ご覧の、ミラジーのですね、こちら、年式が平成13年7月登録、型式が TA-L700S、原動機の型式が EF となっておりますね。こちらの車両のですね、エンジンオイルとオイルフィルターのですね、交換を DIY していきたいと思います。はい、それではですね、準備いたしますので、一度場面変わります。はい、まずはですね、作業を、ね、しやすくするために、ナンバーの方を外しました。はい、というのもですね、この奥のところにですね、フィルターがね、入っているの見えますでしょうか。これはね、外した後にここのナンバーの外れた穴から、出したいものですから、一応こちら外しておきました。それからですね、そのままツール紹介に移っていきたいと思います。はい、こちらね、まずメガネ、14ミリのメガネを使います。これでドレンボルトを外します。で、それからですね、こちらビニール手袋ね、これオイル交換などするときですね、軍手とかよりもビニール手袋の方が安全かつ、汚れないということで、最近はこれを使用しております。はい、それからですね、フィルターカップを外すのに、フィルターを外すのにフィルターカップですね、こちら65ミリのものと、あと長いエクステンションがないと届かないので、エクステンションとラチェットですね。はい、で、それからこのフィルターですね、こちらはね、日東工業さんの 4SF1021803、こちらのを使ってますね。これダイハツ、スズキの軽自動車はこれもほとんどこちらで網羅していると思われます。はい、それからですね、エンジンオイルの量なんですけれども、こちらですね、ノンターボになります。で、こちら量がですね、下の方に書いてあるんですけれども、オイルのみですと 2.1 リットル、オイルとフィルター同時交換の場合 2.3 リットル、ちょっとかなり少ないですよね。ですからね、私いつもね、ちょっと少ないかなと思って 2.4 ぐらい入れちゃってます。はい、で、こちらね、銘柄の方はですね、5W30 と書いてありますけれど、うちで持ってなかったので 10W30 を使います。はい、で、こちらオイル受けとエンジンオイルですね、それから、これウエスですね、こちらウエスは2、3個あった方がよろしいかと思います。それではですね、早速作業の方を開始していきたいと思います。はい、それではですね、早速作業の方をね、開始していきたいと思いますね。はい、こちらドレンボルトになります。はい、これをですね、左回しでね、回していきたいんですけれども、はい、よっ、はい、これでもう緩まりました。もう緩んだら手でね、外していけばいいです。はい、あ、ちょっとでも抵抗が出て硬いですね。そういう時はちょっとメガネを使って、はい、だいぶもう外れてきますね。はい、もうちょっとで外れます。はい、はい、外れました。こんな感じで、出てきます。はい、真下に向いておりますのでね、結構出がいいと思います。はい、で、そうしましたらですね、この上にですね、フィルターがついてます。ちょうどオイルの受けがですね、カバーできるので、そのままね、上のフィルターも外していきたいと思いますけれども、ちょっとね、このままですとカメラアングルが悪いので、一度カメラアングルを変えまして、フィルター外しの方ですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、これはオイル出っ放しで、ちょっとアングルが変わります。はい、隙間からでね、見えにくいかもしれないですけど、フィルターこちらに入っておりますね。で、フィルターのカップを、入れます。よいしょ、これね、しっかり奥まで入ってないと取れませんのでね、しっかり奥まで差し込みます。はい、で、そうしましたらこちらですね、ラチェットをロングにしまして、こうやって、回してきます。はい、これ左回しですね。はい、で、緩くなったらもう手で回せばいいです。はい、こんな感じですね。多分ね、下からもアクセス多少できると思うんですけど、すごいしにくいと思いますので、これが一番簡単なアクセス方法だと思います。はい、はい、そうしましたら、抜けましたら今度こちらのね、方から、抜いていきます。ちょっとね、場所がね、狭いんで。はい、抜けましたね。こんな感じです。
はい、はい、それではですね、これもうそのまま間髪入れずに新しいねフィルターの方をね取り付け していきたいと思いますね。こちら先ほどのね 4SF102 ですね。はい、しっかり映ってますかね。はい、こちらパッケージを開けます。そうしますとですね、また同じようなものが入っております。はい、前回もねこれに変えたので、そうしましたらこちらはねビニール必ずついてます。これこのメーカーに限らずどこのメーカーでもついてます。で、このように外しますね。そうしましたらここにゴムのパッキンがあるんですね。でこれそのままつけるとオイル漏れの原因になります。ですから、フル油で構いませんので、ここの周りにねオイルをつけてあげてください。今ねフィルター外したところにオイルが残ってるので、こんな感じですね。はい、こんな感じでパッキンになじませてあげてください。でそれからですね、今度はあの向こうのフィルターをつける部分ですね、こちらちょっと軽く拭いておきます。脱脂しておきます。あのパーツクリーナーは僕いつも使いません。ここでは、ウエスだけ使って拭きます。はい、そうしましたらもうこれ先ほどのね、新しいフィルターの方をよいしょ。はい、これねまず手で簡単に回りますので、ネジ山がしっかりね食ってれば簡単に回ります。こんな感じで回ります。はい、でこれね底付きしたらここからね4分の3周したいんですね。ですからフィルターカップをねもう一回つけます。すいませんね、ちょっと今ね古い方から外してますので。はい、そうしましたらこちらのねフィルターカップをまた同じように差し込みます。はい、これも深くはまってないと、回りませんのでね。で今度はこの右回しですね。で、あれがですね、フィルターのカップ、フィルター、カップですね、あれで、4分の3周回ったことをね確かめるような感じで、これで半周、これであと4分の1周、はい、これで十分ですね。はい、これでもう回りました。でこれねちょっと外すのがね、なかなか困難だったりするんですけれども、よっ、はい、カップをね外しました。はい、これでねフィルター部分は OK です。でそうしましたらですね、次はまた戻ってですね、こちらドレインボルトね、こちらをはめていきたいと思いますね。はい、で一応こちらの、フィルターの方は OK で、今度また下に行きますのでアングルが変わります。はい、下回りまた戻ってきました。パッキンもねこんだけもうボロボロですのでね、今回新品に交換いたします。こちらの新品ですね。でドレーンボルトを挟んで、回していきますね。はい、ちょっとね大きめな感じなんですけど、まあダイハツ用ということで一応これがそうなんですけれども、ちゃんとね一応真ん中になるべく合わせてあげて、なんかちょっと大きいですね。漏れなければね問題はないんですけれども、はい、まずは手でね締めます。である程度手で締めたところから増し締めですね、14ミリのメガネで、増し締めしていきます。はい、つけるときはやはりね、外すときと逆の右回りですね。はい、ね、このそんなにねきつくね回さなくてもいいです。はい、メガネを短めに持ってグッグッグッって感じですね。はい、まあパッキンがね少し潰れるぐらい、そのぐらいに回してあげてください。はい、これでもオイル漏れはしません。はい、こんなもんで十分ですね。はい、そしたらですね、下回りをね、パーツクリーナー等々で先ほど、フィルター外した部分ですとかね、ちょっと油汚れになったところは、ちょっときれいにしてあげてくださいね。はい、オイルパンはねいつもなるべくきれいにしてあげてください。オイル漏れがね、どっかからしてるかっていうのがね分かるような感じで、拭いといてあげてねもらえればと思います。はい、特にこのドレーンの部分ですとか、結構ねオイルパンと上のエンジンブロックの方ですね、そのつなぎ目からね結構漏れますからね。はい、なるべくこういつもオイルパンはきれいにしてあげて、どっから漏れたかそれが分かるようにしといて、あげておくとよろしいかと思います。はい、
一応ですね、こちらのドレーンの脱着とフィルターの脱着で下回りの仕事は終了となります。それではですね、オイル注入の方行きたいと思いますので、アングル変わります。はい、それではですね、オイル注入していきたいと思います。こちらがですね、フィラーキャップになります。で、こちらがレベルゲージになりますね。まずフィラーキャップを開けます。はい、そしたらこちら安全な場所に避難して、先ほどジョッキの中に入れてありました、オイルの方ですね、こちらをそう入れていきますね。はい、これですね、口が狭かったり跳ね返りがあるとね、漏れたりしちゃうことありますので、漏れると排気系の方ですとかね、コンプレッサーとかオルタネーターをですね、オイルまみれにさせてしまって、それでオルタネーター壊れたって話もねありますので、オイルはこぼさないようにね、慎重に入れていただければと思います。はい、 2.4 リッター入れたんですけれども、はい、こちらでも入りました。はい、そしたらですね、湿気などあまり入らないようになるべく早めにこちらのフィラーキャップですね、今日なんかちょっとね小雨降ってますのでね、水分が入らないように、はい、これで閉めます。で、ここで、ね、レベルゲージなんですけれども、今すぐ測りたいところなんですけれども、今日フィルター変えましたのでね、エンジン1回回さないとフィルターの方にオイルが回りませんので、いつも私ね、この時にはアイドリング5分、それからクーリング5分してからですね、オイルの方を測るようにしてます。そこまでね全部回しちゃうとものすごい尺が長くなってしまいますので、一応ですね、カメラカットいたしまして、またレベルの方を測っていきたいと思います。それではカットします。はい、それではですね、レベルの方を測っていきたいと思います。こちらウエス用意しましてね、まずレベルゲージを抜きます。で、こちらまずね余分な油分を拭き取りますね。で、こう見ていただいて分かるでしょうかね、この L とね F というねところがあって、このね、線の中に入っていればいいとされております。はい、それではですね、一回入れてみたいと思いますね。はい、はい、どうでしょう、この F までのね、だいたい8分目ぐらいまで来てますね。はい、これでね、オイルは適量であるということになりますね。はい、そしたらまた元の位置にさして戻しておきます。はい、これでね、エンジンオイル、オイルフィルターの交換の方は終了です。今日もですね、また長い間、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はこちら L700S のミラジーノの、エンジンオイルとオイルフィルターの交換の動画になります。また次回のですね、動画でもお会いできればと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。